葉隠れ入門は、三島幸男の評論、随筆。副題は、武士道は生きている。三島が、戦中から檻に触れて感銘して読んでいた、葉隠れの魅力をガイドした評論である。三島自身の人生論、道徳観、姿勢観、文学的思想的自伝としても、主事な読み方のできる書でもある。1967年9月1日に、公文社より、 日本人の知恵イコールにとしてあまれ刊行された、新潮文庫で文庫再刊されている。翻訳版は1977年、1983年のキャサリン・スパルリング役をはじめ、イタリア、イダイ、ラビアデル・サムライ、レツヨーネ・スピリトワリー・バージン・オバニ、サムライ、フランス、ドイツなどヨーロッパ各国で行われている。 は隠れ入門に先んじて1955年11月に発表した日記形式の評論小説家の休暇の8月3日の項において3頭はは隠れについて以下のように触れているがは隠れ入門はそれをより具体的に論じた書である私は戦争中から読み出して今も時折は隠れを読む 拳銃的な逆説ではなく、行動の知恵と決意がおのずと逆説を生んでゆく、類いのない不思議などを特書。いかにも正規にあふれ、いかにも明朗な人間的な書物。封建道徳などという、既成概念で、葉隠れを読む人には、この爽快さはほとんど味晴れぬ。この本には、一つの社会の確固たる倫理のもとに生きる人たちの自由にあふれている。 三島幸男小説家の休暇、8月3日、葉隠れの言っている詩は何も特別なものではない。毎日詩を心に当てることは、毎日生を心に当てることと、いわば同じだということを、葉隠れは主張している。我々は今日死ぬと思えつって、仕事をするときに、その仕事が急に生き生きとした光を放ち出すのを認めざるを得ない。三島幸男 葉隠れ入門、図に当たらぬは、犬死になどということは、情報風の打ち上がりなる、武士道なるべし。二つ二つの場にて、図に当たることのわかることは、及ばざることなり。山本城長、葉隠れ我々は、一つの思想や、理論のために死ねるという錯覚に、いつも陥りたがる。しかし、葉隠れが示しているのは、持つと容赦ない死であり、花も実もない無駄な犬死にさえも、 人間の死としての尊厳を持つているということを主張しているのである。もし我々が生の尊厳をそれほど重んじるならば、どうして死の尊厳をも重んじないわけにくだらうか。いかなる死も、それを犬死にと呼ぶことはできないのである。三島幸雄、葉隠れ入門、葉隠れ入門は、三島の美意識や思念を知る上で重要な随筆の一つであるが、同時代表でも、 三島文学入門の書であると、林房さが表し、村上表へも、三島らしい見解が現れているとみなしている。山本太郎は、使と行し、生の尊厳が書かれていると解説している。野口武彦は、三島が、葉隠れ入門の中で、このいわゆる戦後文学の時代は、私に何らの思想的共感も、文学的共感も与えなかった。ただ、 私といつた思想的経歴を持ち、私といつた文学的感受性を持つ人勝ちのエネルギーとバイタリティだけが、嵐のように私のそばを作家していつたと述べていることに着目し、その時代を否定するために作家として、時代と関係したと考察しながら、その指主義的あるいは、反語。 逆説的な作品世界で現実と対峙した三島が、自己の異端者的なエステティックに固執することで時代を否定し、その否定において、連続性と論理的一貫性等を堅持したとし、三島を勇敢な否定的なものの刑事上学的騎士だったと、キルケゴールの表現を用いて解説している。山本上長の、はがれを戦国戦士の死にぞこないが、 天平な世にその失われたユートピアへの哀切な、同型を託した、倫理書だとする、橋川文蔵は、三島が、剣道五段を取得し、剣道七段の実力を目指す姿勢に、葉隠れで解かれる作法と、三島のダンディズムの共通性を見て、様式化された倫理への哀切な憧れを示すものとし、三島が、アンケートで、あなたが欲しいもの三つと問われ、もう一つの目。 もう一つの心、もう一つの命と答えたことの背後に暗示される、ロマン的な変死にへの熱情、世界崩壊への痛ましい系統を、はがくれの倫理と相互関係をなすものだと、1964年時点で考察している。そして、橋川は、三島が、林房を論において示した、歴史との対決の姿勢が、晩年の芥川龍之介に似た場所あるいは、 明治終焉期の森外の境遇に通じるものかは予測できないとしながら、それはむしろ、葉隠れの中の一種と達した恐怖感をた,たえている一節を引いた方がいいとし、道すがら考えれば、なんとよく辛くつた人形では泣きや。糸をつけても泣きに、歩いたり、飛んだり、跳ねたり、言語までも言うは上手の細工なり。来年の盆には客にぞなるべき。さてもあだな世界かな。 忘れてばかりいるぞとという現世の幻を解いている部分との共通性を見出している。田中美代子は、葉隠れ入門を、三島が、現代社会の病根を深く洞察、診断し、身をもって、その打開に心を砕いた、体験的、臨床的な処方箋、万人にとって、最後の現実である、死を凝視した書き物だとし、その現代文化の特徴を、 従来まで人々を人生に向かって鼓舞していた、様々な幻想がことごとく追え去ったこと、かつてモラルの基礎を形成していた、絶対の観念が失われ、人間は、すべての意象を剥ぎ取られた、等身大の、赤らかの、即物的自然的な生命に直面することを、強いられていることだと説明しながら、そのことが、現代社会を犯している、救いがタイニヒリズムの原因であり、 人生いかに行くべきか、というかつての弓道的倫理的な問題の代わりに、日清月歩する、科学的な生活改良や健康法や古速な諸生の技術といった、さまつな日常生活への関心ばかりになってしまった。現代は、博学多式と、細分化された、ハウツーものの前世時代だと、田中は、三島の言わんとすることを不衍しながら考察している。 さらに田中は三島が、我々は、西洋から、あらゆる生の哲学を学んだと言ったことを受け、実際の我々の、生活自体への関心は、結局、離職と保身と協楽の追求に終わり、与えられた、生の哲学によって従前に人間性の自然を、解放し、不液を求め、斜視と飽食と放らに身を委ねた後に、やがて等しく老衰と死に極まる運命に定められて、 生徒はついに死に至る不死の病だとすれば、病んでいるのは、生の哲学そのものだと言えなくもないと考察しつつ、民族、国家、社会などの一つの共同体が多文化の侵食を受けた場合に、人々の生活の支柱を成していた掟きや慣習が、廃れ、道徳的精神的に荒廃して、その共同体は徐々に崩壊、解体していくという現実を考慮すれ人が、それぞれの、 性の充実にいかに励んでも、なそれ自身の自回作用を食い止める手立てがあり得ないとし、そういった近代の合理主義的人文主義変調の危機を、はがくれ入門の中で示唆していた三島は、敗戦後の日本人の魂の危機と、性の哲学の行き着く果てを、いち早く予言したと解説している。ありがとうございます。